グーテンターク。いつもご視聴ありがとうございます。今回はドイツを鉄道でぐるっと回ってみたいと思います。しかも旅行者にはジャーマンレールパスという乗り放題チケットがあるんだよ。期間やクラス、様々なタイプのチケットがあるから自分に合ったものを選んでね。地下鉄など一部乗れないものもあるよ。切符を持たずに乗ると高額の罰金が取られるから気をつけてね。それじゃあフランクフルトから出発するよ。フランクフルトは日本からの飛行機が一番多い玄関口ともなる街なんだよ。まずはシュトットガルトに向かうよ。乗る電車はドイツ版新幹線、インターシティエクスプレス、通称 ICE だよ。シュトットガルトにはメルセデスベンツ博物館とポルシェ博物館があるよ。鉄道大国でもあるし自動車大国でもあるんだ。ついでに言うと自転車もよく乗るよ。次はミュンヘンだよ。ミュンヘンはオクトーバーフェストで有名だね。もしも、ノイシュバンシュタイン城に行くなら、ここで10線駅の電車に乗り換えるといいよ。それに、オーストリアやスイス、イタリアなどに行く国際列車も発着しているんだよ。ニュルンベルクに着いたよ。ニュルンベルクのクリスマスマーケットは世界一有名なんだよ。ここでインターシティエクスプレスについて紹介するよ。1等と2等があるよ。私は大体1等に乗るよ。比較的空いているから座席指定しなくても座れるんだよ。それに食堂車もあって1等だと席まで持ってきてくれるよ。これはありがたいんだよ。たまにお菓子を配ってくれるから嬉しいんだよ。ライプチヒに着いたよ。ここは東西ドイツ統一運動の発祥地でもあるんだよ。音楽家で有名なバッハやメンデルスゾーン、ワーグナーのゆかりの地でもあるんだよ。ドレスデンに向かうよ。ドレスデンのクリスマスマーケットは世界最古と言われていて2020年で586回目を迎えたよ。マーケットはいくつかあるんだけど、その中の一つに中世のクリスマスマーケットがあるんだ。お店の人も中世の衣装を着て雰囲気満点。ベルリンはドイツの首都だよ。1990年の統一前までは西ドイツの首都はボンだったんだよ。もしもベルリンに行ったら気をつけてほしいことがあるんだよ。他の街は大体中央駅で間違いないんだけど、ベルリンは中央駅よりアレクサンダープラッツ駅の方が観光しやすいよ。北ドイツの最大の都市、ハンブルクに行くよ。ハンブルクにはミニチュアワンダーランドという HO スケール鉄道模型のジオラマテーマパークがあるんだよ。ドイツはもちろんアメリカ、イタリア、スイスなどの街並みがあって一日中楽しめるよ。いつか日本の街を作ってもらいたいものです。よろしくお願いします。ブレーメンはハンブルクから1時間半で行けるよ。ハンブルクのホテルは高いからブレーメンにホテルを取るのもいいかもね。ブレーメンの街はブレーメンの音楽隊で世界中に知られているけど、音楽隊自体はブレーメンには到着していないんだよ。ケルンに向かう途中にあるデュッセルドルフはドイツの中で最も日本人が多い街なんだよ。ケルンに到着しました。駅前にドーンとそびえ立つのはケルン大聖堂です。いつか登ってみたいものですが、エレベーターはついてますか？それではフランクフルトに戻ります。ケルンからフランクフルトに向かう脇にはライン川が流れています。父なる川、ライン川の雄大な景色の主役はいくつもある古城です。フランクフルトに戻ってきました。ドイツの見どころはたくさんあります。ドイツ鉄道 DB のアプリはとても使いやすいです。遅れることも多少ありますが、快適な鉄道旅をしてみてはいかがでしょうか。それでは、ご視聴ありがとうございました。まったねー。